大丈夫。私も今来たとこだから。そう？じゃあちょっと遠出しようか。どう？これで満足かな？思い出さない？私たちが小学生の時遠足で来た牧場なんだけど。あの時は本当に怖かったな。うん、でもね、私あの時、ううん、なんでもない。ねえ、そろそろ帰ろっか。今日は付き合ってくれてありがとう。じゃあ、ここでね。それじゃあまたね。気をつけて帰ってね。ううん、大丈夫。私も今来たとこだから。え？どうかしたの？そうだよね。覚えてないの？あなたはしばらくここに入院してたんだよ。あなたも何か書いてくれないかな。一方通行じゃ寂しいから。もう何一人でニヤニヤしてるの？今日は付き合ってくれてありがとう。じゃあ、ここでね。ううん、大丈夫。私も今来たとこだから。覚えてた？そう、私たちが一緒に通ってた小学校。短い間だったけど。私これだけは絶対やめたくない。別に噂になったって平気だから。ほら、急ごうよ。早く行かないと植物園閉まっちゃうかもしれないよ。今日は付き合ってくれてありがとう。楽しかった。本当？よかった。
たとこだから。うん。いいよ、当たり前だから。だって、あなたは一度も来たことないはずだもの。私の番であの交換日記が止まっちゃってたの、覚えてるよね。実はね、書くことはすぐに書いたんだけど、どうしても渡す勇気が出なかったの。だって、あれにはあの時の私のピュアな気持ちが書いてあったんだもの。小学校5年生の女の子が一生懸命伝えようとした思いがね。私、あなたが転校するらしいって聞いて、ようやく決心がついたの。あなたがいなくなっちゃう前に伝えなくちゃいけない。そんな風にようやく決心した私が、ドキドキしながらあなたの家を訪ねた時、あなたは引っ越しのトラックに乗ってちょうど出発したところだったの。私もちろん必死に追いかけたよ。でもダメだった。全然追いつけなかった。それで一番遠くまで見送れるこの場所で、あなたの乗ったトラックが見えなくなるまで一人で見送ってたの。悲しくてどうしていいかわからなくて、暗くなるまでいつか伝えられなかったあの時の気持ち、あなたに伝えられるといいな。今日は付き合ってくれてありがとう。楽しかった。本当？よかった。あ、ねえ、なんでもない。気をつけて。